ようこそ野球ボーイ、しんのすけの部屋。よいしょ。あれ、どうもどうも。ひとりね、あなたあれ、ひとりだ。ようこそ野球ボーイ、しんのすけの部屋。MC は私、上原しんのすけが務めます。ゲストは3人の野球ボーイです。まず1人目の野球ボーイは清水ボーイ。みんな大好きたっちゃんこと清水達也です。よろしくお願いいたします。今シーズンの成績は50試合いってないよね。いってないよ。あれはギリ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 、はい、50試合目はワンアウトも取れなかったけどギリギリいきました。ギリギリ、はい、ギリギリでもまあ50試合投げるとすごいですけど、はい、よくやってくれたよ、ありがとう。あ、ありがとうございます。本当にありがとう。そんな本当にありがとう。そんな、うん、ちなみに僕との関係性は達也的に僕高校1年生の時に新之助さんのことを知ったんですけど、まあね、僕が甲子園でね、ベスト4決めかなんかの試合で、まあ、僕ボールボーイやってたんですけどね、甲子園で、はい、でその時に小笠原慎之介さんの一発い太ももまず見たのはなんだこれはみたいな、まあ、その一発い太ももから繰り出される左投げのいかつい球、はい、なんか、そういう全部いかついイメージがある。全ての僕の、はい、しんのすけさん第一印象はそこでしたね、はい、ね、まあ、ちなみに僕の2つ下なんですけど、まあしょっちゅうご飯も寮の時はね連れてって、はい、今もご結婚されたんで、もう食事には僕はもう誘えないです。そんなね円満な夫婦の中に僕は割って入るようなキャラじゃないのでね、おとなしく幸せにつって送り出しましたよ。まあそこを気使ってるのかわからないですけど、まあ絶対僕を誘ってくれるときはもう奥さんも連れてこい連れてこいじゃなくて、あ、連れてきていいよ、まあ、奥さんが一人で寂しいんだったら連れてきてもいいよっつってあの言ってるだけで、別に奥さんに会いたいとは言ってない言ってたじゃん言うな言うな、まだ紹介してないんだから入ってくるんだ入ってくるんじゃない。まあ、っていう清水達也選手一人目のゲストです。よろしくお願いします。続いて2人目、勝野ボーイです。はい、狩りの王子様勝野です。よろしくお願いします。はい、狩りのチンピラこと勝野清選手まあ、ちなみに僕と同い年で、まあ、僕はその社会人から来てるから社会人の時の選手権を見て、あ、同い年なんだと思ったらちょうどドラフトにかかって、え、一緒にやるのみたいな、気まずこいつ怖そう顔からだからもう今となっちゃこうやってね、あの仲良くさせてもらってますよ、おかげさまで、ありがとうございます。いい、こちらこそね、はい、ちなみに僕のこといつから知ってました？ん？しんのすけはね、あれだよ、高校の時だよ、甲子園。あ、見てたんだ。うん、でもお前しか知らない。え？逆に？おごそおろしんのすけってやついるんだみたいな。俺は野球は一人あんま興味なかったから知らなくて、でもしんのすけだけは知ってた。ありがとうございます。なんかよかった、カニのチンピラに知られてほんとによかったよかったね。今年50試合お疲れ様でした。ありがとうございます。また来年も助けてくださいね、お二人、うん、助けてください、こちらこそ。僕が、ね、はい、はいはいはい、はい、いっぱい投げてね、いっぱい投げてください。はい、分かった、はい、次行くよ最後の3人目の野球ボーイは松田元ボーイ今女の子な元ボーイ元球界のメガネ担当マッチです。おい、ちょ、入ってくるなって邪魔しかせんよろしくお願いします。いや、よろしくお願いしますよ、もう一回挨拶してダメだよ元球界のメガネ担当マッチです。お願いします。はい、はい、メガネつけてないのに、メガネつけてないで、はい、じゃあ元メガネでしょ、9回言い直してよ、はい、元
球界の元メガネことマッチです。お願いします。はい、はい、お願いします。ちなみに、まあ、今シーズン限りでユニフォーム脱がれて、はい、まあ、僕と同い年で、まあまあまあ、他のネタはいっぱいあるんで後で喋りたいと思うんですけど、まあ、とりあえずこの3人の野球ボーイでこの部屋を盛り上げていきたいと思うんですけれども、お三方当然僕のしんのすけの部屋という番組見たことありますよね。はい、はい、今日の朝、今日のギリギリですなんならついさっき楽屋に着いてギリギリです。僕てっきりなんかしんのすけさんの部屋をなんかこう取りに行くんかなって、だからしんのすけさんち目、うん、遠くまで取りに行くんかな、目とか言うこの番組があるわけですよ、メーテレさんの中で。徹子、うん、徹子雨出てくるよ今日徹子キャラ、徹子キャラ、様キャラ。そうだよ、だから髪型ああいう感じ。そうそう、ああ本当だ、よく見た。本当だじゃないんです徹子さんに控えめ、控えめです、控えめの、控えめです。はい、では、はい、早速始めていきます。ということで、箱の中に入ったお題に沿ってトークしてもらうしんのすけの部屋。まず一つ目のお題は、最初は、はい、2023年重大ニュース、はいはいはい、ないんですけどみたいなそんな顔してるんですけど、達也さん、はい、何か重大ニュースありましたか。2023年重大ニュースですか。まあありますね、はい、あるんだったら言ってもらっていいですかあるんですよ、うん、何ありますって言って言いながらこう考えてるんですよ今、うん、ないじゃんいっぱいあるんだよね我が球団じゃあ僕中継ぎだったんで、はい、中継ぎ目線の重大ニュース、ぞジャリエル・ロドリゲス亡命。あ、なるほどね確かに、まあその時はびっくりしましたよね、みんな。いや、僕はあの夜中に、なんか亡命みたいなの出てきて、えっ？は？ということから始まってなんかおかしかったんですよ、ライデルと一緒に来日してこないっていうので、ちょっと僕は怪しくて、うん、WBC の後、ね、そう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 、よく知ってるね。好きだからね、野球見るの。あ、そうだやるのやるのちょっと野球やってたから、ちょっとだけ野球やってたんよ、ね、なんか見たことあるなと思って。ああ、よかったよかった。ちょっとだけね、今そういう話じゃないんだそうやね、そうやね、そうそう、今そういう話、WBC からね、そうそう、帰ってこなくて ね逆に中継ぎの人たち、その、あの亡命の話を、うん、ニュースを聞いて、うん、どう思ったの。あ、まあ、そのWBC がキューバが勝ち進めば勝ち進むほどなんかこう、あの2人が間に合わない開幕にみたいな、だからそしたらお前もしかしたら9回やるかもしれないよみたいなことを言われてて、でそしたらキューバ負けて、あ、2人帰ってくるじゃん、だから9からいきなり、まあ、7だみたいなっていう心構えでいたら9だけ帰ってきてうん、8はどこ行ったの、こういうパターンはさすがに想像してなかったぞみたいな、どういう状況だこれはみたいな。まあジャリエルを待つのか、まあ、待っても絶対来ないから、じゃあもう8は頼んだみたいな感じで、まあ、大塚さんにそう言われて、まあ、大塚さんは大丈夫っしょみたいな感じでしたけど。軽いね、あの人ね、はい、ちなみにどんな感じだったの、ジャリエルの亡命。ジャビエル、ジャリエル、ジャリエルの亡命は、俺はでも先発調整してたから、だからまあ先発でやっていこうって思ってたら、オープン戦ぐらいの時急にファームで中継ぎで次一軍上がるって言われて、でいなくなった。だから俺はもうありがとうって感じ。逆にね、うん、チャンスしたら8回投げたっていうことで、そう8回投げちゃって、8頼むぞって言われて、開幕8いってるからね、はい、そうなんですよね、8頼むぞ言われて、はい、でしかもその開幕投手小笠原慎之助さんだったんですけどね、ここにはいないかもしれないですけどねまあその別人だからね、この人ですよね、ですよね、はい、中日にいるんですよ、そういうピッチャー。あ、そうなんだ。でまあ7回終わって、まあ球数いってたんですよ。でまあもう落合ヘッドコーチからは
もう変わるぞって 7で切る8頼んだで言われてめちゃくちゃ気持ち入れてて、まあ、開幕戦ですし緊張しますし、そしたらなんか直前になってブルペン電話来て、まさか新之助続投おい何球だよ今みたいな、そんなわがままな選手は聞いたことないマジかみたいな、わかりましたっつって おとなしく肩作るのやめてね、そしたらそれ逆転されてね、そしたら中田翔さん、ね、そうパンってそこを勝野さんがね、だから結果2人でジャリエルの穴を埋めたんです開幕戦一球で埋めてるから、はい、結果で勝ち投手になって、ね、勝ち奪ってね、勝ち奪ちょっと気まずかったけど、いや別に奪うのはいいんだけどリリーフ直転校直後のあの8回だから結構やばかったやばかったよあれは、ね、はあ、ご迷惑をおかけしました、うちの笠原が失礼いたしました、あの笠原本当にね、本当にねごめんなさいね、とんでもないところ初めて任せてくるからね、ごめんね、まあでもあれのおかげで50試合投げると思ったらいいでしょ、ね、そうね、あれあの1球なかったら49試合で終わってね、確かにあの小笠原に感謝しなきゃいけないあれは、うん、ありがとう、いえとんでもない、松田は俺にも聞いてくれるの、いやまあいいかってやつがか逆にじゃあどうなの、いなくなるから支配下の枠が開くんだったらチャンスだって思ったんだけど、試合か開かなかったから意味ないわって、開いたんちゃう最近、最近開いたよ、もう関係ないの俺に、マッチまだ間に合う、まだ間に合う、今年の育成いなくなったら俺だけだ、チャンスまだ間に合う、まだ間に合う、頑張れ、オッケー、マッチ結構いろいろあったいろいろあったけど、ああ一番だったらまあ戦力外になったことそれちょっと使えないよそうか、どうする、ボール投げれなくなった話する重大ニュースだね、重大ニュースだね、それ、でもそれ、俺もびっくりしたもん、うん、それいい、と松田ボーイが話し始めたのは自分と向き合い続けた今シーズンの思い出、教育リーグファームだったからずっとファームで投げてたんだけど、4月から、まあ、結構中継ぎの人がいっぱい戻ってきて、1回試合から外れた時にもう1回ちょっとしっかりとストレート投げないと試合感になれないっていうので一生懸命練習してたら、だんだん名古屋球場でボールが投げれなくなってきて投げれないってどういう投げれないの、なんか名古屋球場のブルペンってレフトに向かって伸びてる、はい、だからレフトポールに向かってブルペンがあるんだけど、だ立ち投げで暴投が怖くて投げれなくなっちゃってそこからボールが投げれなくなって、結局4月から8月ぐらいまではずっと試合ちょこっとしか投げれなくて、でそういうのをずっとボール投げるのを本当にここからやるっていうのをずっとファームで残留しながら繰り返しやってたのが、まあ、今年はきつかった部分と、うん、まあ、でもそれでももう4年目だからクビになるかもしれないっていうのでそこをずっと葛藤しながらやってたのが結構自分の中で今年の印象っていうきつかった部分、あでもあんだけだ投げれなかったって言ったけど結局最後の方投げれてたもんね、そうあれ本当、まあ、先輩とか、まあ、コーチ浅尾さんファームだったんで自分は浅尾さんと山井さんに、まあ、ずっと見てもらってて、山井さんにそのまっすぐ投げなくてもいいよって言われてちょっと握りを変えたら、まあ、ちょっとツーシームっぽく投げるようにして最後試合も投げれたからもう満足満足もう最後試合投げれたとかもう野球満足かなっていう、引退試合しちゃった勝手に勝手に引退試合しちゃったもう満足しちゃったから、バンテリンで投げたんじゃなかった、バンテリンは投げたねでしょ、1試合そう夏の阪神とのファームのウエスタの試合でバンテリンも投げたし、あれも一人だけ山井さんが投げさせてくれたからもう満足投げれてよかったね本当に最後ね、あれ投げれてなかったら結構まだモヤモヤがあったかもしれない、もやもやしたまま、まあ、引退就職活動してる、就職活動してたかもしれない、もう今もうすっきりもう何も関係なく、あそう次に行けそうです、よかったです投げれるようになって、じゃああとは面接頑張るだけだ、そう面接を頑張って周りの人に感謝したいと思います、僕に似合う髪型を教えてください、お願いします、髪型、うん、もうちょっと伸ばして柔らかいパーマかけたらふわっとしてこう似合いそうですけどね、はい
次は、はい、ファンからの質問です、はい、ファンからの質問は、VTR を見ていただきたいと思います。今シーズンで一番印象に残ったシーンは何ですか？ということで、今シーズン一番印象に残ったシーンは何ですか？じゃあ誰からいこうかな。俺あるよ。お、じゃあ、あれどうぞ、はい、セカンドで福永さん取って一塁投げなあかんのに、あれ一塁投げなあかんかったよな。あれは普通のランナーなし、ランナーなし、セカンドゴロ。めちゃくちゃホームに投げたよ。ホーム違う、あれホームじゃない、ホームじゃない、カバー行ったキャッチャーに投げた。キャッチャーに投げた。そう、あの柳さんのね、ノーヒットノーランの方の試合でね。そうそうそう、うわ、やばい、走った、やばい、早く投げろって思ったら投げた瞬間、ボール消えて映像からどこ行った。いや、ブルペあれおもろかったよな。申し訳ないけど大爆笑しちゃった福永さん。大塚さんにも結構びっくりしたよ。大塚さん一番ゲラゲラ笑っとった。全員あのモニターに映ったらさ、ベンチに映っちゃうから、モニターから逃げてみんな端っこに寄ってみんな。達也は何がある？一番印象に残った、投げてない試合だったらあの連続ホームランでサヨナラになったし、あったじゃないですか、はいはい、高谷とチャミさんでしたっけ、うんうん、あれはもうなんか見ててもう感動しましたね。なんかマジかって。確かあれあれ誰の試合だったっけ？だってノーノーの試合じゃない？ノーノーの試合でライデルがホームラン打たれて、あ、そっかそっか、ドバイさんね。そうそうそうなんで？で、あ、延長入るからちょっと一回シャワー浴びてこようと思って、シャワー、高谷のわーで、ね、どうしたーってどうしたーって頭は、うん、洗ってて、うん、でパーって出てきたら、うん、宇佐美さんのここで、うん、あれってさよならやみたいな、バスタオル1枚でうえそんな記憶があったかな、うん、やっぱ長継ぎってその延長の待機があるから、うん、もう同点で行き続けたら、まあ、絶対いつか僕らに回ってくるっていう緊張感が半端ないんですよ。頼む決めてくれみたいな、早く、うんうん、早く頼む決めてくれって言われてめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんかもう、あー投げなくてよかったみたいな。まあ緊張するんですよあそこ本当に、うん、あれやばいね延長、うん、全然違う延長のあれと8回とか7回って、だってもう分かってるじゃん、うん、来るって。だけどいつ来るか分かんない、うん、何例えば、うん、だ勝ちパンにいたらさ、もう 7,8,9 の人たちってさ、うん、もうなんていうの、自分の思い通りに準備できるしさ、結構いい感じでできるじゃん。だけど延長ってもう終わりやん。あ、ね、なんか違うよねちょっと、うん、いつ投げるか分かんない上に、こういう感じ、1点も取られちゃいけないじゃん。8回3点リードしてたら2点までは取られていいじゃないですか実際。まあ、まあね、そうだね、本当に1点もダメじゃないですか延長は、うん、なおさらビジターの延長はもっとやばいよね。ねえやばいねあれ。ビジターは1点取られたもさよならじゃないですか、ね、はい、なんかビジターで9回裏ノーアウト満塁とか作ったことあったんですけど誰か、はい、ハマスターかなんかね。あったね。え俺、あ、よっぴはワンアウト満塁。ワンアウト、お前俺はノーアウト満塁、うん、俺何回あれ、あれ確か延長だった、延長だった、で俺は9回裏だった確か。俺ああいう時たまに忘れてんだわ、その延長だったとか9回だった、終わってからあぶねえ点取られ終わったやみたいな、マジすごいね、よかったと思ってね、抑えてからあぶねえ耐えたみたいな、すごい、ね、試合続いてるみたいな、うえーとか言ってあぶねえ、すごくね今のみたいな、なんかそれいうことを聞くとなんかこっちもなんかヒヤヒヤせず見ちゃうよね。あ、もうどうせあ、いっかみたいな感じになっちゃうな。ヒヤヒヤしてるけど、まあ、投げてる時はしないんですよ別に、ね、準備段階と終わってから、あ、あのシーン結構やばかったなみたいな、終わってから気づく。松田なんか多分あれだよ、ワンアウトランナーな、ノーアウトランナーなし、うん、先頭バッター、ボール、初球ボールでもどうしようどうしようってあのベンチの方をチラチラ見て
通称変えてみたいな顔してる。変えてほしくないんだよ、うん、そこのあれだよね、温度差だよね。そう、今聞いて結構すごいなって思って、自分だったらもう、あ、1点取られたら負けだっていうのを意識しすぎちゃうけど、もう試合に集中してるんだなっていうのが凄さなんだなっていうのをすごい思って、すごいね、たっちゃん。何言ってんすか、すごいよ勝つの、たっちゃん。松田さんが一番すごいんですか、うん、いいすか。じゃあ逆にしんのすけが何怒んないでよ、怒んないから何一番今シーズンで印象に残ったシーンは。あ、やべえ。なんだろう、個人的にはでもやっぱ完封した日かな、うん、開幕戦もすごい印象には残ってるんですけど、うん、なんか久々に5年ぶりに完封できて、うん、あ、また頑張ろうって思えた日だったかな。やっぱ完封意識するの、ああいうのって。5年ぶりだみたいな。いや、なんかあんだけ点差開いちゃうと一人で行けよみたいな、うん、あ、雰囲気になるし、うん、いや完封いけるっしょみたいな、あ、なるの。逆にそれが、うん、結構緊張感増してきて、で点差開いてるからガッツポーズしても大人げないなと思っちゃう自分もいて、これ3アウト取ったらどうやってマウンドで立ってようみたいな。喜んでいいっしょ。結局グローブポンって叩いて終わったんだけど、対戦じゃないところを考えちゃう、あんだけ点差開いてとかなると。確かに結構気まずい。気まずいんだよ。投げてくれよってやっぱ中継ぎのメンバーは思うんですか、完封の場合。まあどうしても思っちゃいますけど、実際そんな簡単なことじゃないんで、まあ難しいですよね、そりゃ。だから、うん、それを当たり前のようにこうやって言ってくれる新之助さんたちは本当に助かってます。マジで、いえ、とんでもないです。助かってます。いえ、とんでもないです。俺らもともと先発だったしね、先発は無理だった人間だったもんな、はい、先発の気持ちも分かるリリーフ陣なんで、だからこういうことを言ってくれるんだと思います。マッチは印象に残ったシーンある？ あれある。でも印象に残ったシーンだったら、まあファーム、逆に3人とは違ってずっとファームだから、ファームで松山がずっと抑えてて、その入団からあいつが一軍に、シャイカになって一軍行ってずっと出番なかったじゃん、多分1週間ちょっとぐらい、うん、で、そう、ついに松山投げたって思ってパッて試合見たら、もう3者連続取って目バキバキで吠えてるからみたいな、バキバキ言う目バキで吠えてるから、わ、すごいなみたいな、松山ほんとすごいなっていうのを、っていうのが結構印象的で、もうそっからもうグーって行っちゃったから、あ、松山すごいなっていうのが非常に印象的でした。俺にもできるんじゃないかって思わなかった。いや、でもやっぱファームで、ファームと一軍っていうのが分かんないから、違いが。でも松山はもう本当最後の方なんてもう結構圧倒的、三者凡退とか点取られる気配がなかったから、ファームで。ああいう選手が一軍でも活躍してくれると、あ、じゃあこういうことやれば一軍でもやれるかもしれないっていう、少し勇気づけられたというかっていう部分はありました。なんで反応してよ。お前だけ取材みたいになってる。全然トークとかじゃないから、ね、インタビューになっちゃってる。そっか、引退記念の番組じゃないから、これじゃあもうこれ新之助の番組だから。いや、メーテルの番組だ、ごめんなさい。はい、はい、じゃあまたボックスから引いていきますね。はい、次、一言もらまーす。ゲスト同士に物申してもいいし、うん、別に私 MC に物申してもいいし、日頃の鬱憤を晴らしてもらってもいいですし、うん、俺達也に物申したいわ。とここで勝野ボーイから清水ボーイに衝撃の一言物申す。達也ね、ロッカー隣じゃん俺、うん、こいつくっそ鼻ほじんの NG こんなんだぜ、くっそ鼻ほじんのに、うん、全部鼻くそ俺のロッカーの方にこうやってマジでやめてほしい。ちなみにさっきも楽屋で鼻ほじって、やめなさい、やめなさい、掃除する人、やめなさい、メーテルに出禁になる。メーテルに出禁になる。けどタッチは本気だよね、結構。え、本気で鼻ほじる。いや、鼻の穴の中を常に綺麗にさせたいタイプ。いや、それは勝手にやってくれればいい。そのカスをなんでわざわざ俺のロッカーのこの敷地内に入れてくる。こそっとこの辺にやればいいのよ。お前こうじゃん。それで終わりたくないんだよな。AB 型だからな。いや、なんですかね。ね、安心感あるんですよ、そこに。ゴミ箱じゃねえぞ。あ、そうなの。マジか。間違えた。これは
何これは。ちょっと何、いや違う、あのテレビに。テレビ、テレビだよ、全然いいじゃん。本当だって俺何回注意しても聞かんじゃん。あ、確かに。でしょ、うん、まだまだ続ける予定ではいました。ちょっと面白いと思ってるよ、お前は。いや、粘り勝ちするよ。まあ、夕方の番組だからなんとかなる。夕方じゃん。深夜とかじゃない。大丈夫、ご飯、食事中とかの時間帯じゃないからまだなんとかなる。そう、まだみんな仕事から帰ってきてない。帰って…いや、でも年末だから。大晦日だから。のんびりしてるから。みかんとか持ち帰る。お前の鼻くそじじゃん。聞いて、みかんを置き直すか。これはダメ。あの前回ヘだったから大丈夫だよ。前回ヘだったから。前回はあれだよ、うん、おなら9割おならと1割エルベ、LA セレブの。スッててスッてしてるから。去年は大野パイセンと祖父江パイセンがベンチ裏でおならを連発していることが発覚。やばかったですね。だからおなら祖父と2人で球春到来やな。野球の季節来たなみたいなね。家でこいてたのがね。そう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 、やっとみんなの前でこけると。球春到来したねっていう話をしたの。キャンプから。じゃあまだ僕の方が綺麗です。まだ綺麗だ、はい。まだ使える。はい、じゃあデリーセルブって。それやめとこ。それやめとこ。それやめとこ。おならの続報が知りたくて。おならの続報は球春到来で始まりました。オープン戦の時に祖父江さん合流してきて、速攻プーと急所にトライやで風呂入ってたっす。気に入れすなっつってみんなで。ちなみに被害を受けてるんですか、おならの。あ、受けてますよ。ブルペンでずっとおへこいてるね。祖父さんですか。祖父さん、ね、あ、まあそうですね。まあ35歳僕のちょうど12個上なんですけど、まあこんな元気におならして、こんな元気に笑って、あ、なんかこんなおじさんになりたいなって。なんかいいおじさんやなみたいな。だから鼻ほじっちゃうのね。そうそうそうそ う, そ う, そう対抗してんのお前。そうや、おなら VS 鼻くそ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。まあ大人になってもね、そういうところは大事にした方がいいよっていうのを祖父さんに教わったかもしれない。かもしれない、はい、勝手にそう解釈してる。はい、で他ないですか、はい、申したい人。じゃあ僕はしんのすけ。何しんのすけ、パンって連絡が来て、で、まち今日ご飯行けるって言われて、あ、ごめん今日行けないって言うと、あ、じゃあもう一生誘わないからって、バーンって電話を受けないの。バーンって電話を受けないの。毎回毎回一生誘わないから来て、あともうバーン切られるから、もう LINE でしんのすけごめんみたいな。翌日も一生誘わないっつって、もう誘うんですよ僕は。ちゃんと謝ってる。その僕からしたら了解っていう意味なの、うん、あ、そうなの、うん、気使ってんだ俺はマッチは、うん、泣きそうだよ俺は本当に、引退とか言うから。そうだよ、俺は嫌じゃないからね、それをやられてんの。お前 M なん。違うよ、そういうことじゃないよ。気使ったんだよ。M じゃん。M かよ。勝つのは笑顔で近づいてくる時が一番怖い。それ物申してんの。なんで勝手にお前二つもやって。誰が許した。一番むちゃくちゃだからね。そう。あれ立つよ。あ、僕、ある。僕メーテルさんにちょっと物申したいことがあります。スタッフに一言物申すとは何事だ。このキャストはダメでしょ。確実に、確実にこうなるのは目に見えてます。はい、ここを呼んで、ここを呼んだらこうなるんですよ。こうなるんですよ。 そりゃそう、同級生だからいつもそうなんですよ。そう、同級生おかしいな、同級生だよなこの人たちってぐらいの。同級生7人ぐらいいるんですけど、みんな平坦で、僕だけ1個じゃなくて2つ下なの。位が2つ下で日々過ごしてる。でしかもここがこうなんですよ。わかります、この同級生の世代の中でもここがもうビッグ2なんですよ。そんなことないよ。いや、そんなことないよ。無理、影の無理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 。影のボスはあれだからね。違うよ。後ろでずっと俺は操られてた。違う、え、そう、俺をみんなの前でいじれ。騙されてたさ。黒幕自分ね、怖いよね。まあ今だから言えるじゃん、正直に俺が黒幕だったって言ってた方がいいんじゃん。そうだよ、もうだって一緒に職場で共にすることないんだから。黒幕じゃない。黒幕じゃない。
ガチ願いで、うん、じゃあガチ切なる願いガチ大丈夫じゃあ逆にこうもう一生絡まないいやそれは嫌だね どっちがいいのいやそれは嫌だから俺はなんか嫌じゃないっていうその別に俺楽しいのそう楽しいよそうそう楽しいよあ、まあ、よそれならよかったよ OK中継ぎで背番号41番つけてますけど浅尾選手意識してますかはい意識してますからの裏情報は近藤廉とあれ誰だったっけ石橋あそう石橋コーターと松田と4人でご飯行ってでその飯の時にこう石ばジャガとかから事情を聞いて煽り始めてたら車の中で大行列してなんであれはね石橋が悪いなんでなんか煽ってくる泣いた理由言ってよいい言うの俺はピーって口で言うから聞いて松田お前もピー遅いねおいまだまだ飛び交う衝撃発言その行方は果たしてマッチって意外と喋るんだねカメラこんなにあるんだよ違うじゃん全部言ったじゃん何や俺パスら出してないんだから君たちで前線まで行ったんだから本当に大丈夫かこのメンツひどいな